角川アスキーメディアワークス、メディアワークス株式会社メディアワークスは、1992年から2008年に存在した日本の出版社である。電撃ブランドなどを持ち、ゲーム雑誌、漫画雑誌、ライトノベルなど若者向けの書籍を中心に出版。また、出版を主な柱にしながら、自社の本のキャラクター等を用いたゲームソフトやキャラクター商品の開発。 販売も行っていた。2008年4月1日付で、同じ角川グループ参加のアスキーと合併し、アスキーメディアワークスとなった後、2013年10月1日付で、角川に吸収合併されて、ブランドカンパニー化した。なお、アスキーとの合併後もメディアワークス文庫など、電撃ブランドとは別に、旧名称のメディアワークスブランドを使用している。 関連会社の東海ゴーズ1992年当時の角川書店は兄の社長角川春樹が映画事業に注力しその弟である副社長角川嗣彦が担当するザテレビジョンや東京ウォーカーなどの雑誌部門で収益を上げている状況だった嗣彦は同時に角川書店の子会社角川メディアオフィスの社長も兼務し同社は コンプティーク、マルカチスーパーファミコン、コミックコンプなどゲーム雑誌、漫画雑誌を出版し、CSPCM 音声放送の PCM、ジパングを統括するなど、マニア層をターゲットにしたメディアミックスを進めていた。1992年に角川映画、ルビーカイロが30億円の制作費に対して5億円、前後の回収となるなど、春樹の手掛ける映画事業の 天と地と以降の不信を背景に、180億円の負債の処理など、経営の方向性や入社した、春樹の長男の処遇などをめぐり、春樹と嗣彦が対立。春樹は嗣彦が会社を乗っ取るのではないかと再認識を抱くようになる。9月1日に嗣彦の信任の扱った、常務取締役が、ルビーカイロの門川 US a の不正送金を理由に、事実上解任され、 つ彦は、同月14日、角川書店副社長と、角川メディアオフィス及びザテレビジョンの社長職を辞任し、退社した。18日の臨時株主総会で、ザテレビジョンと角川メディアオフィスなどが、角川書店本体への吸収合併が決定され、5人の新役員就任などの役員人事も行われた。春樹の長男が新たに取締役に就任した。なお、 ザテレビジョンは2006年に門川ザテレビジョン名義で再分社し、現在は門川マーケティングを経て門川マガジンズとなっている。嗣彦の退社に追随して門川メディアオフィスの常務だった佐藤達夫ら同社の役員、社員もほぼ全員が退社。新会社のメディアワークスへは門川メディアオフィスの社員71人中69人が参加した。当初、 5人から10人のつもりで旗揚げするつもりだった。つ彦は膨れ上がった。人件費とオフィス代の区面から、あてて、各方面へ出資のお願いに回り、主婦の友社の石川春彦会長がつ彦と旧地の、仲だった縁から、同社のバックアップを受け休暇うかうかはメディアオフィスの社員が、そのまま独立する形で、メディアワークスは設立された。資本金は1000万円。 木の国や書店の松原治社長も石川と共に実名で出資した。資本的には角川書店から独立したものの人材は角川メディアオフィスほぼそのままであり、メディアワークスの出版ものも自然とゲームや漫画、アニメにターゲットを絞っていった。こうして1992年末から翌1993年初頭にかけて電撃ネットワークを イメージキャラクターに起用した脳天に電撃。暗え5連発。一挙相関だ。とのキャッチコピーとともに電撃を使命に関した雑誌越しが一斉に相関された。そのラインナップは角川書店が丸マッサルコンプブランドで出している雑誌とほぼ競合するものであった。角川メディアオフィスは編集プロダクションだったことから出版物の販売と営業は 主婦の友社一択。1993年には、電撃文庫が創刊され、角川スニーカー文庫で人気だった、深澤美代や中村うさぎら作家陣に声をかけて、シリーズごと電撃文庫へ移籍し、赤、堀悟がレーベルを牽引する活躍を見せた。こうした事態に、角川側は、主婦の友社社長へ配達証明を送るとともに、 外部の編集プロダクションに編集を委託して、角川メディアオフィスの雑誌の発行を継続したが、コンプティークを除く4紙は1997年までに急廃刊した。ところが、各雑誌の創刊直後、古す、角川書店では春樹が麻薬及び、厚生新薬取締法違反で逮捕、起訴される、不祥事が発生する。あるを失った角川書店経営陣は、 1993年9月15日に、嗣彦に社長としての角川書店への復帰を要請した。嗣彦はこれを受諾し、以後メディアワークスと角川書店の社長を兼務。1999年1月に出版物の販売業務委託先を、主婦の友社から角川書店に変更した。2002年10月に、株式交換により角川書店の子会社となった。 さらに2004年にエンターブレインが角川ホールディングスの参加に入ったことにより同じ参加のメディアワークスと業務が重複する問題が生じた。これに関し当時角川書店社長の福田美音夫はファミ通ブランドはそのままのコストのコメントを出し両社はグループ内において競合的共存の関係となった。営業面では電撃組という特約店制度を作って配本する。 書店を絞り込んで反則を支援。その結果、通常よりも低い返本率を実現していた。また一時期、オルタブックスのレーベル名の下でまたこれとは別枠で、爆笑問題の日本言論などの一般書を出していたが、2001年頃を境に発行はされておらず、完全に、ライトノベル、コミック、ゲーム方面の出版社として特化した。 2004年に単行本レーベルを新たに設立。有川博や橋本つむぐらい一般文芸で活躍する作家を輩出した。単行本レーベルから発売された有川博の図書館戦争はシリーズ累計110万部のベストセラーを記録し、ライトノベル業界以外でも高い評価を得た。コミック方面では、東清彦のヨッパとが一般層を中心にヒットした。 2007年10月には、携帯小説のレーベルを設立し、いわゆる萌えビジネス中心路線からの脱却を模索していた。2008年4月1日、同じ角川グループ参加のアスキーを吸収合併し、アスキーメディアワークスに社名を変更。これに伴い、ISBN の出版社コードを8400により、角川書店と同じ04に変更。 社名変更後の概要については、アスキーメディアワークスを参照。ありがとうございます。